とことんとこいとと、アシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は7月の9日、金曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ルゼニアン、アラルー、イエーイ。癖になる香りのバラが、皆さんありませんか？癖になる香りのバラ良い香りのバラは庭にたくさんあると思いますけども、癖になる香り、はい、僕も庭に一株あります。癖になる香りのバラ、それがクロシェ。はい、こちらのバラ今日開花してくれましたよ。川本バラ園さんのこちらのバラいかがでしょうか。この白とピンクのコントラストのこのロゼット咲きの綺麗なバラから、癖になるミルラとティーの香り、ほんとともにたまりません良い香りの向こうに癖になる香りがガツンとくる感じでしょうか。僕もちょっと最初出会った時はこれはと思って1日目は購入しなかったんです。でもやっぱり家に帰って気になるなあの香りって言ってね、くーちゃん、トコさん気になってたよね、売れちゃうといけないと思って次の日買いに行ってしまったほどですよ。このミルラの香りっていうのはすごく好きな人とちょっと苦手っていう人が分かれる香りなんです。もう本当に、じゃあ一体ミルラって何ぞやという話なんですけども、ミルラというのはもつ薬のことですね。もつ薬とはアラビアやアフリカ産の観覧家ミュラ族のミルラの貴族の、はい、そこから取れるゴム質樹脂ですね。その樹脂から香るということらしいんですよね。昔エジプトで儀式に使われたり、ミイラの作る時に防腐剤として使われたり、あとは鎮静剤にも使われるらしいですよ。面白いですよね。そんな今日はミルラの香りのクロシェ咲いてくれてますので、皆さんと一緒にカット、そして香りを楽しんでいこうと思いますよ。そして他のバラたちも綺麗に開花してくれてますので、雨の中頑張ってその子たちをカットして香りを楽しんで、今日は香り三昧で終わっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらが今回開花してくれたクロッシェですね。くーちゃん、うわーすごく綺麗だね。トコさんすごく綺麗でしょ。雨の中開花してくれましたよ。そして香りが、うー最高、うー最高最高ね、最高だよねくーちゃん。ああもう本当に、このティーの甘い中に癖になる香りがあるんです。なんて表現したらいいんでしょうか。もうミルラですね。うん、ちょっとこう少し刺激的な
湿布のような、なんでしょう、とてもエスニックな香りがしますよ。はい、もう僕はこのクロッシェが開花するともうふわっとするんですよ。ネクちゃん、そうだね、トコさん、合法的トリップだね。はい、もう合法的トリップになるんですよね。こちらはもう合法ローズといったところでしょうか。ねえ、クジャ、最高最高、トコさんカットして楽しんでいこうよ。あ、そうだね、カットして楽しんでいこうか。中腰は疲れるしね。あ、よし、ではでは今日もこのクロッシェから始まって、あとは香りのバラカットしていきましょう。はあ、最高です。はい、それではクロッシェカットしていきましょう。いいですね、とっても綺麗です。今日はこちらの赤いバラ、ヒューリクソン雨の中頑張って咲いてくれましたよ。そしてこちらのエンジェルフェイスも頑張ってくれました。モモカも雨にやられながらも咲いてくれました。シャンテロゼミサトも綺麗に咲いてくれておりますよ。いいよ、エデュアールマネも頑張ってくれました。そしてこちらセンチメンタルも綺麗に咲いてくれましたよ。そしてクチナシ綺麗に咲いてくれてます。フリージアも綺麗に咲いてくれましたよ。クリスティアーナも綺麗に咲いてくれましたよ。今ハエトリグモがピョンって飛んできましたね。今日もクーちゃんたくさん咲いてくれたね。うん、よかったね、トコさん。本当だよね、もうこの雨続きの中頑張って咲いてくれましたよ、みんな。ちょっとやはり雨に打たれて花びらは傷んでしまってる子もいますけども、とてもどの子もいい香りです。もうどうでしょうか、このたくさんの香りのバラ。はい、もうこの今日はまずはこの黄色いバラフリージアから楽しんでいきましょう。あー、ティーのいい香りがしますよ。うーん、最高最高。そしてこちらのヒューリクソン、赤いバラも甘くて爽やか、うー、最高です。うん、そしてこちらの上の、はい、皆様おなじみのエデュアールマネ、この絞りのバラもいい香りで咲いてくれてます。はい、そして同じ絞りのバラ、こちらセンチメンタルですね。はあ、爽やかでいい香り、香りがするね。そしてこちらの、はい、あ、シャンテロゼミサトはまたこれが、この子も、はあ、甘くてスパイシー、最高最高。そしてこちらの大きなバラ、モモカですね。はあ、モモのような、それでいて爽やかな、はあ、いい香りがしますよ。雨降りでも頑張りました。そしてこちらのクロッシェですね。クロッシェもいい爽やかな香りがします。そしてこの上、クチナシですね。クチナシもなんかこう普通に白いバラみたいな顔して混ざってますけども、
強烈です。もう強烈なこの甘い、もう綿菓子のような香りがしますよね。本当にもうちょっとバラとはまた別次元のいい香りがします。もう早く梅雨を終わらせてくれ、夏が来てくれっていう香りがしますよ。そしてこのお隣のエンジェルフェイス、一輪だけ咲いてくれましたよ。このエンジェルフェイスが最高、ブルーの香り最高、最高だよね、くーちゃん。このブルーの香りが最高なんです。おー、もうバラ独特のこの青バラ独特のいい香りがするんですよ。エンジェルフェイスはもうこの子も最高ですし、そして今日の主役、最後にこちらですね、クロシエです。あー、もうあー癖になります。もう本当にこのミルラとティーのこのたまらない癖になる香り、古代エジプトの太陽神ラーへの儀式で使われたそうですけども、確かにこんな香りで儀式が行われたらもう頭がふわふわーとしますよね。最高です。もう、もう本当にこのミルラの香りからこのブルーの香りに移行して、このシャンテロゼミ里の甘くてスパイシーからこの綿菓子、そしてこのティーの香りも、もうまさに香りのバラの合法的トリップ、や合法的トリップ、や本日の動画いかがだったでしょうか。癖になるバラの香り、ちょっとこの香りは伝わらなかったんですけども、気持ちは伝わりましたでしょうか。もうこのおじさんが香りのバラをこうクンクンしながらたまらんって言ってる動画、まあ一回お付き合いいただいてありがとうございます。もう本当に僕は香りのバラが好きでバラを育てているようなものなので、はい、もう大体こういう香りのレポートの動画が多いですけども、これからもよろしくお願いします。はい、このクロシエというバラはとても花持ちもいいので、カットしてから僕は結構一緒に会社に連れてったりすることもありますよ。ちょっとこの魅惑的な癖になる香りを嗅ぎながら運転は危ないような気もしますけども、気をつけて運転しております。リラックスできるんですね。鎮静効果もあるんで、もう他の車に割り込まれてイラッとしても、大丈夫ってなるんですよね。はい、ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね。また見てね。はい、こちらどうやって香りのバラをいつも僕は持ち歩いているかというと、こちらですね、セリアの、はい、こちらのこんなものが売ってます。これラバーです。はい、こんな入れ物があるので、ここにラバーにこうやって穴を開けただけのものがありますよ。こうしてカッターでこういう感じで刻みを入れましたよ。はい、そこにバラたちをプスプスと刺すだけです。
もう名付けて携帯用花瓶という感じですね。これだったら車のこのジュースホルダーに乗せてもこうバタバタバタと車が揺れても水が漏れません。はい、いろいろ僕は空き缶に綿を詰めたりいろいろ考えましたけど、これがベストでしたよ。はい、ダイソーにも最近売ってるかもしれませんけども、100均で作れますので、ぜひ皆さんもやってみてくださいね。これも逆さにしても水がほとんど出ません。なかなか優れものです。そして香りをこうして、あー、楽しみながら今日も仕事に行くことができますよ。うーん、今日はこの三輪と一緒に仕事に行こうと思います。さあ、今日もバラと一緒に出勤です。頑張ります。あー、最高最高。うーん、落ち着く。最高最高。はくさまー、はい、これ分かった方は相当のジブリ好き。千と千尋の神隠しに出てくるカエルでした。たくさまー。